少し前の雨が花散らしになるかと思ったら案外まだ残ってますね、桜。あ、どうも、小川です。今日は6月に参加する舞台、芝居のスタッフたちと一緒に朗読に演奏をつけるという動画を撮影しに都内の要町にあるちょっと素敵な隠れ家的カフェに向かっております。参加するお芝居、半月カフェの出来事、その参加メンバーや、代表の川野誠一さん、少しご紹介できればななんて思ってカメラを回しておりまして、最近入手したジンバルなんかも持ち出して、機材新しく手に入れたそのガジェットのテストというか、どんなもんかなと思って、いろいろ兼ねての撮影でございます。あ、しかしあったかくなってきたというか、もう甲州街道のこの街路樹もすっかり新緑というか、なんかあっという間ですね。本当にあったかくなって、いや、今ぐらいが1年の中で一番気持ちいい季節。意外とね、夏になっちゃうと暑いし、冬は寒いし、ちょうどいい季節って少ないんですよね。うん、桜もまだまだ咲いてるぞ。あ、気持ちいい。渋滞さえなければ。ごちゃごちゃした都内だけど、それでも新緑の季節っていうのはこう走ってて気持ちいいですね。上がりすぎがもうちょっと こっちカメラの方にもうちょっと椅子を持って、お世話になっております、ね、今回初めて稽古をしてるんです、はい、そうです、まあ、稽古自体はね、まだ来週からなんですけど、ちょっと事前にこう動画の収録なんかでね、はい、あの物語に触れていただいて、今日もなんか撮ってくれてるということで、はい、ありがとうございます、撮ってると言っても、はい、あのちゃんと撮ってるわけではない、ちゃんと撮ってください。僕たちみんな有料ですからね。あ、そうかそうか、ギャラは、ギャラは上層権があります。その辺のお支払いすればあ、その私があの一括して一括し、はい、で皆さんに話して中間マージンがありますから、ね、いや、待ちしております。中間マージン待ちしております。マジでね、そんなバカなことやりながら楽しい稽古場でやってますんでね。楽しいですね。いや、ありがとうございます。なんかあの気が合うっていうか、ギャグの
なんかもういつもね、本当にこう合間合間にね、もう三本芝居が入るんですけど、みんな持ってくる。そう、そのテイストっていうか空気感がなんか結構みんな相性がいい気がしますね。そうですね、ちょっとそうそう、大野さんはね、ちょっと真面目だからちょっとね、若干いつも外側から見てる感じなんですけど、本当ね、後期じゃん、入りたくてしょうがないもっとこっちに来いよっていう、ね、かばい突っ込んでねえ、もっと思い切ってこないとそう、足の甲からちょっと分かんない、回収しづらい、回収しづらい、回収しづらい、全然足見えてないし、見えてない、そうそう、俳優にあるまじき行為ですから、フレームアウトしたところでどんな面白いことやってもね、しょうがないわけですから勉強になりますそんな感じでね、やってもらえるねえ、まあ、本当お芝居が6月の、そうだね、6月の9日から13日7時までですね、これからお芝居の結果始まりまして、はい、で楽しいものになっていくと思いますので、はいはい、ご興味ある方は詳細欄に、ま、情報などを貼り付けてください、はい、ここですか、はい、下ここなのか、下下下下下ポチッと押していただくと詳細バンと、ちょっと劇団 のホームページなんかも見させていただけたら、はい、はじめさんファンの方も本当必見の舞台になると思いますので、もうずっと舞台にいますので、はい、で本当気のせいみたいな、そうですね、もう本当妖精さんみたいな感じで、私はちょっとムーミンのこうスナフキンさんのこうイメージを勝手に持ってるんですけどね、楽しみにしてますので、はいはい、どうぞ皆様応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。すごい身長がてん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 て、本当だ、お後がよろしいようです。やったはい、ありがとうございます、はい